あなた何様、ゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。見つけたー。今日はお母さんが休みなので。あ、よかった。山城屋に行きます。ちっちゃいかな。やばっ、えぐ。でも安くない？等身大？等身大？かわいい、これ。おー、じゃがじゃが。え、でかくない？めっちゃでかい。すごっ。あ、やってるじゃない。おっ、一回やってみようかな。レッツチャレンジ、一回だけやってみよう。ね、それかわいい。ディスプレイの仕方がマジで良くないですか。ね、めっちゃ可愛い。これ、お尻追加しよう。はい、トルコにします。現在のロットこのようになっております。 B 賞あるよ。動画撮ってもいいですか。はい、動画撮ってもいいですか。あ、はい、大丈夫です。はい、これは何回引かれますか。1回で。1回、1回で700円となっております。一緒。こちらクリアファイルが、レターセットシールのものとなっております。はい、怖い。レターセットにします。え、怖い。ラーメン食べてる。アメ横で行ってます。あったあった。なんかさ、出てないからさ、そう引っ込んでるから分かりにくい。ね、まだここ。あ、今日空いてる。もこさんが怒ってくれました。これがあるので自分で使います。いいよ。いただきます。いただきます。うまっ、うまっ。ごちそうさまでした。ね、飼育菓子すごっ。ハンバーガー。え、これ何？ちょっと待って、それ何？それで、やめやめ、キャンバーグもあるよ。すごー。え、これパーティー最高じゃない？ヤンヤンつけ棒のパーティー。え、何これ、これ絶対楽しいやつ。すごい、ここに全部お菓子とかやって、この、うん、で、つけまくんだ。やばー、絶対パーティーじゃん、こんなん。これ最高だね。これでも、楽しい。楽しい。チョコだけ余るやつ、いつも。そう。スタバをごちそうになってしまいました。イエイ。ありがとうございます。じゃあこれ持ってもらおう。ちょっといいですか。じゃあ私の今、流行ってる。流行ってる。ダンス。ハッピーハッピー。これ作れるかな。わかる。ただいまーということで帰ってきました。産後大変だったことですね。まあ何よりも私はもう妊娠後期からそうだったんですけど、もうまず座骨神経痛がもう何よりもしんどかったです。もう歩けない。
マジで突如歩けなくなる。この角度神経痛、もう本当にやばかった。本当にやばい。もう一生なりたくない。で、私はなぜか本当になぜか引っ越しがあったんですよ。なんで引っ越しがあったの、本当に信じられない。引っ越しこの時期になんでするのかはまず謎だったんですけど、引っ越しがあって、その水目作業とか荷物を運んだりとかがもう本当にやみました。マジでやみました。もうだって産後だよ、産後すぐだよ。もうまず座骨神経痛も当たり前だけど、まずお腹切ってるから全然回復しないのに引っ越しの準備をしてたの。確か本当に産後すぐ、入院するでしょ。入院して1週間ぐらい入院してから本当に2、3週間後ぐらいに引っ越したの。だから本当は妊娠後期とかもちょくちょく やってたね。妊娠後期もちょくちょく荷物をまとめてたりはしたんだけど、もう産後なんかマジで動けないし、いや普通みんな安心にして休むじゃん。それなのに私はまず引っ越しの作業があったの。わかる、その感じ。もう精神的な問題もそうだし、体の問題もそうだし、で全部もう私がやったの。私がやったっていうか、私ともう一人お手伝いしてくれる子がいて、その二人でやったの。あれはもう本当にやばかった。もう自分一人ではまず本当に荷物を運べないし、しまえないし、全部やってもらって、そう、もう本当あれが産後何が大変だったかっていう質問に関してはマジで引っ越し本当にやばかった。あと何がしんどかったかっていうのは、私高血圧症候群っていうのもあったので、そのご飯食べるものを、脂っこいもの食べれなかったり、好きなんだけどね、味の濃いものをやっぱ食べたい、何でも好きなもの食べたいじゃん。やっぱ産後ってよく頑張ったみたいな、すき焼きハンバーグおめでとうって言いたかったけど、一応そのね、高血圧だから薄い鍋とか、普通の鍋の素をさらに薄めたりとか、シンプルなものしか食べれなかったのもちょっと寂しかったなって思いました。はい、これぐらいですかね。しんどかったな、産後大変だったなっていうの、まあ育児も言われるんですけど、私多分赤ちゃんが小さく生まれてしまったというか、37週で産んで2000キログラムぐらいだったので、多分まだお腹の中にいる状態だから、赤ちゃんもなんかほぼ寝てたんですよ。起きても本当に80ミリグラムぐらいの、ミルクあげて、ちょっとおむつ替えたらもうすぐ寝るみたいな。で、全然泣き止まないとかは、その引っ越し中とかあんまりなかったので、もうわりかし全然育児が大変とか、もう生まれてもう泣き止まないとか、もうっていうのはそんなになかったので、育児に関しては本当赤ちゃんにありがとうってめっちゃ思います。っていうのが大変だったかなって思います。はい、ということで皆さん、本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。そしてよかったらコメントも待ってます。バイバーイ。